つもお世話になっております、抜け丸です。今回は、極ダイヤウェポン捕獲作戦の解説動画になります。まず基礎知識からです。フィールドについて、はじめに表示されているフィールドと、ボスを挟んで反対に、もう一つ同様のフィールドが追加されます。フィールドギミックとして、中央寄りにある丸から、互いのマップを行き来することができます。しかし、常に移動できるわけではなく、一度移動したら20秒間移動できないデバフが付与されます。チーム分けについて、図のようなライトパーティー構成で東西フィールドに分かれます。これは、人数により今砲ダメージ増加デバフが付与されるギミックがあり、偏りすぎると、ダメージの増加で死者が出るためです。ボスの形態と基本技について、ボスは、初めの形態からイフリートのような形態になったり、元の形態に戻ったりします。また、過去ウェポンの特徴的な数のような技を使用してきます。早速、実際のプレイに行きましょう。東側に同じフィールドが追加されました。ダイヤレイン。全体ダメージに加え、今砲ダメージ増加デバフが、フィールドにいる人数分、スタック数が増えています。多いほどダメージが痛いので、4-4のライトパーティー構成で分かれ、ST チームが、東側へ転移装置を使用し移動しています。移動すると、赤丸のような転移装置禁止デバフが付与され、20秒間フィールドを移動することができなくなります。走行展開。セリフで、サファイアメモリー解放と教えてくれていますが、後半は表示されないので、ボスの形態を見て判断しましょう。その前に、ボスの左の爪が伸びましたので、西側フィールドへ、ルビーの爪の全体攻撃が来ます。MT 組は移動しましょう。移動したら集まって、サファイアの直線頭割りを受けます。受けたら、移動できる ST 組が、反対のフィールドに移動し、ライトパーティー構成を維持します。フォトンバースト。タンクへ、フレアマーカーによる距離減衰が来ます。走行展開。左の爪が伸びましたので、西側フィールドへ、ルビーの爪の全体攻撃が来ます。ST 組は反対に移動します。続けて、ダイヤレインが来ますので、移動できる MT 組が反対へ移動します。走行展開。先ほど来てない方のエメラルドは、サファイアが来ます。セリフで、エメラルドメモリー解放と言っていますが、後半のため、ボスの形態を見て判断しましょう。また、ルビーの爪が来てから、エメラルドの個人小範囲が来ますので、東側の ST 組が移動し、3回をします。終わったら MT 組が反対へ移動します。フォトンバースト。タンクへ、フレアマーカーによる距離減衰が来ます。666。ダイヤウェポンが装甲を展開し、形態がイフリート上へ変化します。煽りサイクロン。北は、南にノックバックジャンプ予兆が発生し、さらに、アームビットから、距離減衰の線で結ばれます。トゲトゲ線がついたら、予兆から反対フィールドへ、トゲトゲじゃなかったら、予兆から、同じフィールドの盾へ飛ばされるように位置取りましょう。失敗例も見てみましょう。トゲトゲが反対側、紫線が同じフィールドに飛ばなければいけないのに、紫線で反対へ行ってますね。もちろん、距離が近くなるのでトゲトゲに変わっています。次は、紫線ですが、転移装置を使ってトゲトゲにしてから反対フィールドに戻ってますね。距離減衰はいいんですが、転移装置が使えないので、
次のエアシップベインから逃げることができず落下してしまいました。戻ります。エアシップベイン片側のフィールドへ。全体攻撃の後フィールドがなくなります。アウトレイジ2回、全体攻撃です。アオリアーツ、フィールド東西に5つずつ、南北に1つずつ、中央上空に1つの弾が出現します。ボスが東西どちらかの端の弾の方向へ向きます。図のように移動した弾から弾へボスが突進移動しますので、お尻側中央の端のアンチに待機します。その後中央の弾にぶら下がり、南北どちらかの方向を向き、その向いた弾へ移動し、そこから反対へ突進します。アウトレイジ、全体攻撃です。アオリドゥーム、ヘイト1位へ強範囲攻撃です。アオリアーツ、ボスが南北どちらかの弾へ移動します。この時は南北どちらも弾がある場合と片側だけの場合があります。両方ある場合は突進の後反対へ広範囲攻撃をします。片側だけの場合はすぐ広範囲攻撃をします。これは片方だけの場合なのですぐ広範囲が来ます。その後横に出ている弾へ着弾時ノックバックをしてきます。アウトレイジ、全体攻撃です。アームビット、南北どちらか片側に3体のアームビットが出現します。アオリアーツ、アームビットがいる状態でアオリアーツを処理する複合ギミックです。1回目同様、ボスが端の弾の方向へ向きますが、片側がアームビットの直線攻撃でアンチを潰されています。ビットのアンチ側にボスのお尻があれば中央端のアンチ待機でいいんですが、逆にアンチ側を向いていたら端から2個目の弾の前のアンチへ移動しなければなりません。その後ビットが直線攻撃を出すのと同時にボスが弾から弾へ突進していきます。突進後ビットは東西に間隔を空けて5体出現し、ボスは1回目同様中央から移動する弾の方向を向いているので、それぞれのアンチへ駆け込みます。ボスがお尻を向けていないパターンも見てみましょう。この場合はビットのアンチ側で端から2個目の弾の前のアンチを利用します。戻ります。アウトレイジ、全体攻撃です。アオリドゥーム、ヘイト1位へ強範囲攻撃です。アームビット、南北どちらか片側に3体のアームビットが出現します。アオリアーツ、アームビットがいる状態でボスが南北どちらかの弾へ移動します。南北両方ある場合は直線攻撃の後広範囲攻撃、片方だけなら広範囲攻撃の後中央端でノックバック攻撃をしてきます。同時にビットの範囲も来ます。アウトレイジ、全体攻撃です。ボスの携帯が戻り、反対側のフィールドも復活します。フラットレイ、プレイヤーに1から8の頭上マーカーがつき、順番に扇範囲を打ってきます。図のように奇数は西側、偶数は東側に分かれ、1、2が北内角、3、4が南内角に移動し、
後半の番号は中央で待機し、前半番号の奥義範囲が終わり次第、それぞれ内角へ移動し、奥義範囲を誘導します。フォトンバースト。タンクへ、フレアマーカーによる距離減衰が来ます。アームビット。内側に、5体のアームビットが南北偏って出現します。走行展開。後半は、ディットのギミックをこなしながら、ルビーの爪、サファイアはエメラルドのギミックをします。流れは、ディットのビーム、ルビーの爪、頭割りを3回と同時に、内側から間隔を空けたビットの直線攻撃が来ます。注意点としては、ルビーの爪が、どちらのフィールドに来るかが直前にならないとわからないので、最初のビットのビームを見てから、逆のフィールドに移動しましょう。その後、ビットは、間隔を空けて並ぶので、隙間のアンチで頭割りを3回を処理しましょう。処理した後は、すぐダイヤレインが来るため、先ほど移動してない ST 組が反対に行きましょう。アームビット。内側に、5体のアームビットが南北偏って出現します。ダイヤバースト。ビットがいる状態で、追従型の設置型範囲予兆が来ます。アンチ側の外側に集まり、1個目の範囲を捨てて、転移装置前まで移動します。この時、まだ、ビットから直線攻撃が出ていませんので、確認するまで反対側へ移動するのを待ちましょう。直線攻撃が出たら、反対のフィールドへ移動します。ダイアスフィア。移動したフィールドで、塔の円がプレイヤー分出現しますので、そこへ入ります。フォトンバースト。タンクへ、フレアマーカーによる距離減衰が来ます。アームビット。内側に、5体のアームビットが南北偏って出現します。走行展開。ビットに加え、ルビーの爪、先ほど来てないサファイアはエメラルドのギミックが来ます。ビットの直線攻撃を見てから、ルビーの爪のアンチ側のフィールドに移動しましょう。ビットは、間隔を空けて並ぶので、隙間のアンチで頭割りを3回を処理しましょう。ダイヤレイン。すぐ来ますので、ライトパーティーごとに分かれます。フラットレイ。あとは、もうループに入っていると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチッてしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。